令和5年2月22日にゃんにゃんにゃんの日は鹿児島県庁の向かいにあります青少年会館で立候補予定者説明会があるということで、めちゃくちゃたくさん駐車されているのは立候補者かもしれないですね。行ってみましょう。青少年会館入り口ということで、あ、たくさんメディアの方がいっぱいいらっしゃいますね。これは後ろから撮ったりはしていいんですか？あ、いいです。いいですか？はい。本日立候補予定者説明会です、ね、たくさんの方々の出席がありますね。中の撮影もいいということなので行ってまいりましょう。開催の手続きを行いますが、公営特許を使用して行う場合の開催申し出は、開催費用を行うことができます。掲載の手続きにつきましては、3番に掲載しておりますので、お願いをしてお願いいたします。すいません、立候補予定する方は必ずもこれを受けられるんですか？基本的にはもういらっしゃいますね。どうしても出席されなくて、どうしても、ただ立候補予定なので、それが欲しいという方があれば、県務選管の方にご連絡をいただいて、郵送したりする場合もございます。ということは、もうほぼほぼ立候補者は決定で、立候補者はほぼほぼここに決定だと。でも、もしかしたら、その受けなくても、立候補することは可能だから、増える可能性はあると。そうですね、また。なるほどですね。この人で今回渡した書類を、この際に送っていただくというところになるので、こちらの説明会か、その後日、くださいというふうに予想で対応されないと、その資格がなくなる必要な書類がない状態で、こういう書類っていうのは中でいただくんですか。こちらの方の立候補届けで、今日なんか悩んでる方っていうのは来られない感じなんですか。悩んでいらっしゃる方も含めていらっしゃいます。じゃあこの中にもその方がいるってことですね。そうです。なるほど。資料をもらうためには書かないといけないんですね。なるほど。立候補しないけど資料をいただきたいっていうのはできないわけですね。書いたら立候補しないといけないってことではないんですよね。それはないですね。可能であれば今日来られた方がご連絡先に入っていただくと資料がお渡ししますので、はい、資料まだ受け取られてもらってないです。それが欲しい。あ、はい、すいません。こちら受領書になりますので、はい、内容確認いただきお願いします。ここで書けばいいですか？はい、ありがとうございます。あ、こんにちは。ちょっといいですよ、いいですよ。今から説明聞こう。説明聞こうかなと思って、立候補するのかっていうのを取材しようかと思って、で、そしたら、立候補者未定でよければ資料いただけるってことだったので、しないです。大丈夫です、はい。じゃあもうそういう動きはないという認識で、はい、もちろんです。そういうのじゃないです。違います。違います。あ、こんにちは。一応ご紹介しましょう。あ、ぜひぜひぜひ。自民党の県連の事務局長。あ、上野と申します。私、上野と申します。よろしくお願いいたします。どうもどうも。はい、ありがとうございます。よければ上野と言います。あ、嬉しい。上野と言います。よろしくお願いいたします。あ、嬉しい。ありがとうございます。今全立候補者のインタビューを YouTube でしているものなんです。あ、そうなんですね。はい、ご自身が立候補される。あ、すいません、違います、ごめんなさい。違うわけです、ね、もし勘違いであったら。あ、私立候補じゃないんですけど、よろしいですか？はい、上野と言います。ありがとうございます。全立候補者インタビューを YouTube のところでやっているものなんです。すいません。ありがとうございます。いやいやいや、多分皆さん勘違いされてたから、
これ持ったから。あ、違います。すいません。あ、見てで書きましたけど、出るわけじゃないです。すいません。書かないといけないけど。そのせいでみんなに勘違いされましたけど。年齢の年齢いった方が数代が亡くなったというのを聞いてたので、うん、田本さんにその事情を話しまして、よろしくお願いいたします。上の方を取材したいので、方の一番上なので、つながりさん、ああどうも、説明会、はい、どうでした？もう終わり？まだ、いやまだ前半終了です。前半終了。もうなんか落ち着かずにトイレに行ってませんでした？いや落ち着かずにじゃなくて、うん、暇だったんで。あ、暇だったからもう知ってるよ。暇でっちゃダメですね。ダメですよ。ダメですね。ちゃんと聞かないといけないですよ。だって新人でしょ？新人なのにね、不真面目で非常にまずいですね。なるほどですね。わざが来てるとは思いませんでした。決まり、いやさっきトイレにいる時に何回も目合わしたのに。うん、忘れたのかなと思って。今気づいたでしょ、上野さんってね。いや俺が気づいたんだよいやいや今気づいたんですよ私はね。まあね、まあ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 、だいぶ、ね、だいぶ前ならまだしも2日ぐらい前にインタビューしたじゃないですか、はい、そうですね、まあちょっと気配を消されたのかな。なるほど、わかりました、頑張ってください、はい、岡山さん、こんにちは、初めまして。立候補者インタビューご自身で出られて、はいはい、一人で来ました、はい、頑張ってください。どうでした、すごいですね、靴が、はい、靴が旅です、ね、やっぱりズームで見るよりもイケメンですね、背が高くてあれ環境があるかと思います。いやいや大丈夫です、まだちょっと編集中ですので、頑張ってください、ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします。おさむさん、いかがですか、はい、こんにちは。寝てないですか。寝てないです大丈夫ですよ、はい、頭に入ってますか、はい、頑張ってください、頑張ります、はいはい、見つけました。ご自身で、あ、そうです無心に来てるんですか。どうですか、大変退出物大変ですか。なぜでこんな書類が。いや実はね、私書類もらった。あ、そうなんですか。もらうために名前書いたら取材陣から囲まれて、え、出るんですか、そう出るんですかみたいな聞いてないよみたいなね。いや違いますって書類だけ欲しくてって言いましたから書類もらってどうするんですか。書類もらって、いや立候補ってこういうもんだよっていう勉強する。いや私勉強はしないけど解説動画作ろうかと思った。誰でも立候補できるよ的なのを作ろうと思ったんですけど、今聞いたところちょっと難しいって感じですか。なかなか大変ですね。大変、やることいっぱいですよ。いかんですね来る前はこの説明会とかも離島もあるんだったらズームでやるだとか、そんなことすればいいじゃないのって言おうと思ったけど、まあ結構やっぱできれば書類も PDF で配布してほしいですよね。わかりました、頑張ってください、はい。新聞の方が写真撮ってるってことは新人の方かもしれないですね。なんていう方だろう。あ、こちらでも取材ってことは新人の方ですね。すごい、各社からアンケートが配られるわけですね。え、顔と名前、元山さん、すみません、あ、よかった、すみません、ちょっとなかなか私も知らない人が立候補されると思ったら元山さんだったんですね、はい、すみません、ぜひ、またインタビューお願いします。はい、元山久谷さんです。すみません、市議時代の名刺で、はい、古いですけど大丈夫です、頑張られてください、はい、ありがとうございます。改めましてまたよろしくお願いします。はい、さっきの撮影はですね OK って言われたんですけど、あら、妻上がりさん、もう始まってますから早く入ってください。あ、入った方がいいですかね、新人ですからね、はい、真面目にしとかないと、おとなしくしとかないとですね、ダメですよ絶対
うん、まあいいじゃないですか。提出書類とかはまずチェックしましたから、でこれは書いて出すんでしょ。本当で分からなければまた聞けばいい話です。多分提出書類でもあーってなって出れなかったっていうパターンも楽しいから待ってますね。それもね、はい、あのハープニングとして面白いかもしれない、はい、やっぱりこいつダメだみたいな。やっぱダメだなとね。ありがとうございます。じゃあ改めまして、令和5年2月22日青少年会館で、立候補予定者説明会が行われました。私もですね、この立候補予定の資料欲しさにですね、もうめちゃくちゃ重いんですけど、資料欲しさに名前を書いたところ、各社新聞テレビからですね、名刺交換してくださいと、立候補されるんですかというような話がありました。どの局もですね、新しい立候補者がいるんじゃないかということで現場でね取材をされておりました。